来たが、その結果がこの落葉の砦の上か。
そこの石に気をつけて。
ただ言われたことだけをして邪魔はするな。長居はしねえんだろ。流れ者と話す時間はねえ。路上で飢えるために戦ったわけじゃない。おい、こら、お前にやるものは何もないぞ。行け、捨てろ。何もしようとするな。俺たちは廃墟者どもほど寛大じゃねえぞ。自分の立場を忘れるなよ。俺たちはメリディアンのために戦ったが、未だに影の中だ。明日と彼らは言った。何百回も明日が来たが、ちっともメリディアンに近づいていない。歩く場所に気をつけろ。一歩一歩が血で贖われている。シャドウは立ち上がるだろう。ただもう少し早く立ち上がればな。太陽はお前に優しかったようだな。気をつけろ。話しかけている相手が誰か分かったもんじゃない。明日と彼らは言った。何百回も明日が来たが、ちっともメリディアンに近づいていない。上で頭が冴える。上で、ここで歓迎は期待するな。お前は容認されるだけだ。揉め事を起こしたら太陽の広場行きだぞ、流れ者。この終わりのない苦闘には飽き飽きだ。十分見たろ。さあ行け。くれるものがないなら消えてくれ。甘くて新鮮なバナナのためなら何でもする。俺の財産が欲しいのならメリディアンに行けばいい。俺は路上で飢えるために戦ったわけじゃない。触るなよ。話すのはもうたくさんだ。ほっといてくれ。もう与えるものは何もない。お前にも誰にも。やることやったら消えな。分かったか。ああ、神よ。
腹が減った。陰でなんか暮らしたくない。あ、どうか誰にも言わないでくれ。ローバーバスが敵や裏切り者を根絶やしにするため人殺しの番号を出す。助言が欲しいか。今は戦時下だ。役に立たなきゃ邪魔者だ。何もしようとするな。俺たちは廃墟者どもほど寛大ではないぞ。気をつけろ流れ者め。たくさん食べてそうだな。停戦をしても俺たちの亡命が長くなるだけだ。流れ者と話す時間はない。銃にあるものだ。少し敬意を示せ。強奪者どもに反撃しないとただ決めるなんてあり得るか。おとなしくしてろよ。言動を慎めよ。顔を覚えるのは得意だ。ヤブサが流れ者に話しかけて。
われる機会。まるで世界中が俺たちに敵対しているような気分だな。信頼するんだ。流れ者たちは愚かだが、役に立つ愚か者だからな。失せろ。停戦しようがしまい。しっかりしろ。石から腐敗を焼き尽くさないとならない。怖くないぞ。仕事に戻って。
してるのが私じゃなきゃびっくりだな。静かにして。
かわすのは無理そう。
は